皆さんこんばんは、ホニナネコ X です。今回はモンストでエヴァンゲリオンコラボガチャを引きたいと思います。まだ1体も持ってないので、なるべくたくさん当てたい。オーブも200個あるので、40連引きます。覚醒はないか。止まったけど多分、最初は星4のコラボキャラ。これも多分星4。これも多分星4。そろそろ来るんじゃない？これも星4です。ということは？爆死でした。20連目。確定はないか。またもや爆死。30連目。確定はないか。3連続爆死は、運が悪すぎなだけか？確率 12% の星5すら当てないとか逆にすごいけど。40連目。確定はないか。今のところオーブ150個をただ消費してるだけ。そろそろ来てくれ。ヘラクレスが出ました。持ってないけど、今回の目的はこれじゃないんだよな。4連続爆死は一応免れた。覇者の塔35回クリアして、オーブが50個になったので引きます。星玉も確実に引ける。確定はないか。爆死でなくても実質爆死だな。星玉に期待するしかない。コラボキャラが出るか。アラミスが出ました。持ってないけど、またこれも違う。カルナに鉄製みたい。覇者の塔40回をクリアして、オーブが50個になったので引きます。これで最後かな。60連目になりましたが、50連目までの結果にはメンタルが傷つく。確定はないか。エイジンフィールドの確定演出が来た。これは期待できるぞ。ここで来たか。これは星4です。
真が出た。今度こそ誰が出るか。シンディ・アンドレイが出ました。最後の60連目でコラボキャラが出て嬉しいしかないです。ちなみに徳田までも確定が来て、アスカ・ウリエルが出ました。ということで今回はモンストでエヴァンゲリオンコラボガチャを合計で60連引きました。そして本日の動画はこの辺で終わりたいと思います。もしこの動画が良ければです、チャンネル登録と高評価をしていただけると嬉しいです。最後までご視聴していただきありがとうございました。